疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとまた今回も。もう止まらないじゃないですか。すいませんね。もうやっぱね、聞いてもらったりとか、はい、いいパスもらってるんで、はい、どんどんテンション。気持ちよくなっちゃう。僕は気持ちよくさせる担当なんで。いやいや、ありがとうございます。仕事ができてるから、よかったです。前回もね、シングで音楽の話でしたし、うん、今回もね、自分の曲作りの話だったんで、うん、まあその音楽、まあ、正直、はい、別に僕音楽そんな詳しいわけないですよ。まあ一応やってますけど、プロが何言ってるんですか。聞いた数と、うん、見た数っていうのをもし比べたら、うん、見た数の方が多いと。ああ、そのこう作品の作品として確かに音楽も僕独学ですし全部。そうなんです。でもなんかこう喋ってみると意外と出てくるな。いやもうなんかそれを喋るために始めましたぐらいのもうこんな感じしちゃうと思って回してましたよ。今回は映画から音楽っていう。そうですね、映画からインスパイアされて曲作りっていう話でした。でもなんか音楽から映画っていうのもありますよね、うん、結構なんかありますよ。今もう公開ちょうど終わっちゃったぐらいかもしれないですけど、ちょっと思い出したら、はいはい、っていう映画があるんですけど、はい、あれ結構なんか複雑な作られ方をしてて、もともと洋画の、はい、ジム・ジャームシュ監督が作ったナイト・オン・ザ・プラネットっていう映画があるんですけど、はい、そこから、曲クリープハイプさんとかが作ったナイト・オン・ザ・プラネットっていう曲、はいはい、でその曲からインスパイアされて、ちょっと思い出したそれすごいですよねっていう松井大悟監督の、はい、映画作品されてるっていう、だからこういう感じで、クリップハイプの尾崎さんと、はい、松井大悟君と主演の池松君の3人が昔から仲良くて、はい、この3人でなんか作品作りたいよねみたいなの言ってて作ったっていうのを知ってから見るとエモいです。いいですね。僕うちの事務所の、はい、ウスオーガスタも、はい、おととし2020年中期ちょっと誰一人分かってしまって、スタッフは分かっててくださいよ。例えば、山崎まさやさんのワンモアタイムワンモアチャンス、うん、でスキマスイッチの奏で、うん、で畑さん畑元博さんのウロコ、うん、で僕のそのクラゲ曲、この4曲をこの曲ありきで、オムニバスの短編映画というか、うんうん、オムニバスでそれぞれストーリーを作って一本の映画にしようっていう企画があって、へー、それが僕と君っていうので公開されたんですよ。へー、でそれは確かに面白い作り方で、まあ、1曲、ワンモアタイムワンモアチャンス、うん、カナデ、うん、ウロコ、クラゲっていうストーリーがこう進んでいくんです。クラゲ最後ですか。クラゲ最後なんですよ。鳥がクラゲなんです。そういう作り方も面白いな。確かに。ちょっとだけですよ。ちょっとだけ出てますか。え？ちょっとだけ。学校の先生役で。学校の先生で。藤田で。藤田先生ね。この学校で。この学でもほぼこの学校の先生っぽいですね。古典の先生っぽいです、ね。そう出てるの。セリフもあるんですか。ありますあります。結構じゃあ喋るってことですか。意外と僕がもらった時に、はい、台本、まあ、ちょっとカメオ的に、はいはいはい、出れるって言われて、こっそり出てね、はい、嬉しい、まあ、こういう経験ないんで、うん、ちょっとやらせてもらいますって言って、はい、一行だけやったんですけど、はい、で行ってみたら結構ね、その場のアドリブでもっと喋るみたいな感じで、これそれこそ U-NEXT で見れるんで、はいはい、ちょっと見てほしいです。僕と君で、ボロクソ言ってもらっていい、僕の演技みたいな。ちょっとそれじゃあ僕見ます。見てもらって、見てちょっと次回僕の先生やってましたよ。そうそうそうちょっと見てほしい。それ面白い。そうそうなんだ。それは演技初ですか。そこが初です。おーで、はい、一応その映画の、まあ、主題歌はねもちろん4曲あるんですけど、はいはいはい、別での劇版も僕やってて、はいはいはい、最初はそっからの話です。じゃあ僕が見ます。見てください。ちょっと大きいプロジェクト。プロジェクトで。ちょっと急に出てくるんで。急に。はい。はい、まあ、ちょっとまた次回以降もなんかいろいろ映画の話をね。いいですね。していきたい。お互い共通でね、トイストーリー3が大好きって話。そう、オールタイムベストね。オールタイムベストがトイストーリー3なんで、それだけで、18本ぐらいやったら、トイストーリー3だけで。第1弾、第18弾まで。それめっちゃおもろいと思う。多分やってる人いないと思う。いないです。多分最後視聴回数2とかいいですね。なんかそんなんとか、なんかでいろいろやってみたいなと。確かに。はい。面白いです、ね。今後ともよろしく。よろしくお願いします。この動画がちょっとでもいいと思った方は、チャンネル登録、そして高評価ボタン押してください。ここら辺です。うん。